はい、皆さんどうも、T 島です。今日もマインクラフトやっていくんでよろしくお願いします。で、今日はですね、何をやるかと言いますと、拠点の方ですかね、牧場ちょっと建築したんで、馬ですね。一応サドル3つほどちょっと手に入れてるんで、まあ2頭ぐらいですかね、ちょっと連れて帰れればいいかなと。で、牧場の方もリードですかね、作ったんで、結局まあ人参とかそうじゃなくて、リードで動物たちですかね、ちょっと引っ張ってきて仲間にしたんで、で、まあちょっとお馬さんですかね、ちょっとこれから仲間にしに行こうかなと思います。で、まあ能力的にもやっぱりちょっと早かったり、まあ遅かったりですかね、なんかあるみたいですけど、まあちょっと能力もそこそこ重視しながら、色ですかね、自分結構黒色が好きなんで、黒色の馬を1頭2頭ほどちょっと連れて帰れたらなと思います。で、このスケルトンのスポナーがあったとこですかね、こっから結構近場に馬が何頭かいるので、ちょっとそこに、これからちょっと向かいたいと思いますけど、あれ場所どこだったかな、あれ、あったあった、進んでる方向が違いますね。こっちですね。こっちにずっと進んでいくと、もうすでにもうちょっと一頭馬がいるんですけど、ここのあたりに結構ね、馬がたむろしてるっていうんですかね、何頭か集まってるところなんですよね、これが。で、まあ、いろんな色の馬がいたんですけど、まあ、黒色が2頭だったかな、いたので、ちょっとその馬の2頭を、あ、いた、仲間にしようかなと。どっちにしようかな、左だ。ちょっと右にもいますけど、ちょっとまずはまあこっちの左側の馬から試してみましょうかね。で、何も持ってない状態で右クリックで、やっぱり何回かやっぱり振りを、あれ？お、これ結構体力ありますね。あれ、振り落とされないってことは2回目で成功ですね。で、サドルをどんなしてつけるんだ？こうかな。お、ついた。あ、結構、こう、これ、体力14。あ、やべ、落ちた。あー、結構スピードもあるな。そうですね、ちょっと、まあ、まさか2回目でちょっと成功すると思ってなかったんで、結構スピードも出ますね。で、馬の鎧とかもあるので、あ、そうだ、警告があったの忘れてた。そうなんですよね、こっち警告があるんですよね。で、結構上から落ちてきましたけど、なんとか、ああ、よかった、死なずに済みましたね。で、一応ここを、なんていうんですかね、馬と一緒に来ようかなと思って、道だけは先に作っておいたんで、ちょっと早すぎるのも困るな。よいしょ。お、いたた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 、しゅ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 、そう、頭突っかえて、一応頭突っかえないようにちょっと多めに削ったつもりだったんですけどね。で、
さっきのところは多分すぐ行けるはずなんで。結構、でもまさかあそこまで足が速いとは思ってなかったんで、ちょっと油断しましたね。もうちょっとなんかこう、ゆっくりめなのかなと思ったんですけど、結構なんか速く走ってくる馬でしたね。あれちょっとどうしても、連れて帰りたいんで、どこだったかな。渓谷のところも確か、こっちじゃない、印あった、あっこの、松明ですね。あっちのところに渓谷があるんで、それのちょうど反対側に道作ってるんですよね。下に降りれるように。なので、こっちだな。さてさて、ちょっとアイテム回収ですかね。よいしょ。一応水流エレベーターも作ってはいるんですけどね。おお、いたいた。なんかほとんどのアイテムがなんかないけど、どこに行ったの？リードは？あれ？リードとかがなくなってる。なんで？あれ、なくなってるし、せっかく作ったのに、まあいいや、馬が生きてたんで、まあそれはそれでよしとしましょう。っていうか、じゃあ鉄の剣も4本ぐらい作ってたんですけど、全部じゃあロスト？まあいいかな。とりあえずちょっとこれもう一段ずつぐらいちょっと多分高くしないといけないみたいなので、ちょっと掘っていきます。3マス分ぐらいあればいけるのかなと思ったんですけど、そうでもないんですね。ちょっとアイテムちょっとロストしたのは痛いですけど、まあこれといってなんか重要なものとかですかね、持ってなかったんで。これだけ、あれ？いたいた。ちょっと道を塞ぎつつ。おー、待て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 、どこに行く？ちょっとまたここら辺も削って。おーい、一人でどこに行く？で、ここの渓谷もちょっと途中までですかね。また後で来ようかなと思って。少し湧き潰しはしたんですけどね。結構、深い感じになってて。まあ、この下はまだ行ってないんでね。ちょっとわかんないですけど。上側だけちょっと行けるとこだけ、湧き潰しだけしとこうと思ってやったんですけど。まあ、やたら鉱石が、石炭から、で、あと、まあ、鉄ですかね。で、他の、洞窟とかも、おいおいおい、待て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 。よいしょ。わ、結構、早い。早いけど、頭ガンガン打ってるな。ちょっと操作が難しいですね、やっぱり。よっ。これだったら多分だ。ここか。ここもあれなんですが、また死んじゃった。結構なんかこの範囲が難しいですね。ちょっと一回寝ていこう。3マ
ス、4マスぐらいあれば良さそうなんですけどね。やっぱりちょっと馬が高い分、4マス、5マスぐらい掘ってれば、まあ、確実かなと思いますけど。なんせスコップも何もちょっとないんでね。ちょっと走っていこうかな。まあ、アイテム自体もロストしてももう、そんなに重要なアイテムじゃないんで、馬さえ生きていてくれれば、もうそれで、いいかなと。んで、どこだったかな、こっちか。おー、なんか燃えてる燃えてる燃えてるけど、そう、剣がないんですよね。で、結構洞窟とかですかね、探索も何回かも行ってるんですけど、まあダイヤですかね、結構手に入ったんで、ちょっとダイヤツールも作りたいですし。んで、あとは、敵倒した時に、エンチャントですかね、エンチャントの武器が、弓がちょっと一本手に入ったんでね、ちょっとそういえばエンチャントの武器もなんか、作りたいなぁと思うんですけどね。あれ、またアイテムがなくなってる。あ、下にあるし。よいしょ。あ、いた。で、結構こっちの方もね、溶岩とかあるんでね。ちょっとこれはまあまた、後ですね。ツルハシとかもうなくなってるな。もうバグで消えたのかな、もしかして。難しいなぁ。上をじゃあまた、多分ここで窒息してるんで。よいしょ。一マスずつまた削っていきますかね。で、まだ、いくつか、まあ、洞窟とかですかね、探索はしたんですけど、まだ、廃坑ですかね。まだ一回もまだ、行ったことっていうか、見つけたことがないんでね、廃坑もちょっと、行ってみたいなぁとは思うんですけどね、なかなか。廃坑自体なんかそんなに、巡り合わせができるものではないみたいなので。あれ？どこ行った？あ、いた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 。よし。今度こそは大丈夫かな。ああ、またダメか。壁に埋まってしまうな。こうだな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ああ、やばい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 。難しいなぁ。連れて帰るのも難しいなぁ。一回で結構うまくいくかなと思ったんですけどね。何せちょっとツールっていうんですかね、道具がないのがちょっときついですね。土を掘るにしてもスコップがあればね、いいんですけど。まあもうロストしてしまったものはもう仕方がないんで。まあなんとかもう素手で掘っていくしかないですね。んで、馬はちょっと、溺れてましたけど大丈夫ですかね。まあ一応水流エレベーターみたいな感じで作ってはいるので、落下ダメージはないはずだと思うんですけどね、下に落ちたとしても。でもさっきもこの渓谷の高さから落ちても全然平気だったんで、なんとか。あ、くそ、窒息してるし。うっそ、せっかく手に入れたのに。
まあ、マジでか。ちょっともう一頭の黒い馬がいたんで、ちょっとそっち仲間しに行きましょうかね。ああ、マジでか、多分。頭突っかえてそのまま窒息してしまったみたいな感じですね。あ、せっかく能力的にも結構なんか体力も14ぐらいあって結構良かったんですけどね。さて、もう一度、まあもう仕方がないですね。もうちょっともうあれはもう自分の責任なんで、もうどうすることもできないですね。あれ、もう一頭確か黒がいたはず。どこだったかな。結構ね、これ動画もあの撮り始めてから、まあスポーン発見したり、まあダイヤの馬の鎧発見したり、ちょっと結構ねラッキーが続いてたんでね、いいこととかが。まあそういうこともあるっていうことでもう仕方がないですわ。ああ、でもショックだな。あれ、もう一頭いたはずなんですけどね、黒が。どこだったかな。かな。あれ違う。一頭目を仲間にした時だったんでね、こっちのあたりかな。結構いろんな馬が、いるみたいですけど、あー、いた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 、あれだ、2頭目がいましたね。ちょっと次はちゃんと気をつけないと。なかなか気性が荒いな、この馬は。結構ね、この辺りもちょっと木が多いんでね。お、成功した。サドルをつけて、あー、なんか、さっきよりはちょっとスピードがちょっと劣るような感じでも、これぐらいがちょうどいいですね。あんまり速すぎてもさっきみたいにいきなりちょっとね、あの渓谷とか、あの洞窟とか段差があった時にちょっと回避できなくなってしまうんで。よし、じゃあちょっと1頭連れて帰ろうかな。うわ、超速い。落ちた。こっちからやっぱりちょっと扱い方も難しいですね。あった、シンボルタワー。よいしょ。
と。あ、いえ、行き過ぎ、行き過ぎ。よいしょ。はい、あれ、入れないのか、もしかして。なんか入りにくいな。よし、じゃあ、こっから。と、あ、嘘。嘘。やばい、敵が湧いてくる、湧いてくる。早くしないと。二マスないと入れないのかな、もしかして。よいしょ。難しいな、これ。お、入れた、入れた。じゃあこれ屋根大丈夫かな？あ、いけた、いけた。うふ。なんとか一頭連れて帰ることができました。あーでもまあ最初の糸はちょっともうほんとかわいそうでしたね。まさかあんなことになるとちょっと思ってなかったんで、この糸はちょっともう大事に育てていきたいなと思います。でまあ他の場所でももし見つけることができればね、またまあ色的には白か黒かなっていうとこですかね。で、結構鉱石の方とかですかね。ダイヤが18個、金も30。で、これですかね。インチャントの弓装備したスケルトンを倒したら、たまたま、まあ落としてくれたんですけど。で、あともう鉄が、結構、5スタックと62ですかね。あるので、まあこれもちょっとね、利用しながら、ラピスラズリも45個。まあ、エメラルドがちょっとね、少ないんですけど。まあ、レッドストーンとかも結構手に入ってるんで。で、まあ、こっち石とかもですかね、結構ありますし。で、お、結構なんか湧いてるし、ちょっと一回寝よう。で、まあ、こっちのなんか石ブロックかな。レンガブロックみたいなところなんかちょっと建物作ってるんですけど、まあ、あれ、まだ何しようかなと思ってるんですけどね。ただちょっと、このチェストですかね、中が、ものによってはちょっともうだいぶごちゃごちゃしてきてるんで、まあなんか、倉庫っていうんですかね。ちょっとまあチェストの宝物庫的な感じで、利用しようかどうしようかなと思ってるんですよね。で、またこっちですかね。こっちも結構整地したんでね、土が山ほどあるんですよね。で、こっちの方も木刈り取って、まあだいぶ整地ですかね、できてるんで。まあ馬も手に入ったんで、ちょっと遠出して、まあ松以外の木ですかね、もう探しに行こうかなと。で、まあいろんな木ですかね、取ってきてから、まあなんか建物ですかね、建築できたらなと。で、まあただフェンスだけはもう、なんか色統一させるためにも松だけで行こうかなと、思っておる次第ですかね。で、ここにもどうしようかなと思ってるんですけど、エンチャントですかね。エンチャントのなんかテーブルみたいなやつですかね。をこの屋上に作ろうか。それともちょっとこっちの拠点の裏ですかね。拠点の裏にもちょっとスペースがあるんで。まあそっちに作ろうか。まあまだ今ちょっと考えてる途中なんではありますけど。まあ何せちょっと黒曜石ですかね。ちょっとダイヤのツルハシでないと、取れないみたいなことをなんか書いてあったの見たんで。それなんで、まあ、ダイヤのツルハシとかですかね。まあ、ダイヤ関係の、まあ、ツールですかね。作って、
で、結構黒曜石自体は、この拠点の周りにも、何箇所か洞窟があって、その中は結構深かったり広かったりしてて、黒曜石いくつもあったんで、まあ、その石自体はまあすぐ手に入りますけど、まあ、あとは本棚ですね。何せ川が今、いくつだったかな、こっちじゃないな、こっちだな。14しかないんで、紙は結構たくさんあるんですけどね、川がないんで、ちょっとまあ、川集めてから、まあまた、本棚作らないといけないなって思ってる感じですかね。よいしょ。さて、猫とツーショットで。おっと、こんな感じかな。で、まぁ、ちょっと食料の方もね、今、パンしかないんで、あと焼き魚かな。で、猫の餌の生魚も結構だいぶ数少なくなってきてるんで、できれば釣りもしつつ、まぁ、釣り竿にもエンチャントつけれるみたいなんで、そっちの方も、まぁ、早めにちょっとエンチャントできるようになればなと思ってる次第ですかね。それなんで、まぁ、次あたり、洞窟探索か、もしくは、チェストの整理ですかね。やっていこうかなと思います。今日はちょっとじゃあこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。ちょっと猫と被ってるな。よいしょ。あれ。こっちかな。難しいな。はい、じゃあ今日も心当たりで動画閉じさせていただきたいと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。またねー。